悟空は外人のことゲージって言うらしいぞ。へー、いい情報、いい情報ゲット。このゲージって言いそうだな。跳ねる。で、願い事、それが今ちょうど知りたかったからな。どんだけ跳ねてんだよこいつ。え、俺願い事したよね、今願い事したよな、願い事した。ダンプ松本、尻尾振る。ここまでさ、オラゲージは綺麗だぞ。いいぞだな。バルクで眠ろ、で眠ってバルク起こしてこうやってぶっ飛ばして、おめえもゲージか、オラもなんだ。言いそうだな、悟空が、悟空が言いそうなゲージ選手権今開催中です。言いそう、言いそう、めっちゃおめえもゲージか、オラもなんだ。言いそうだわ、ちょっとゲージ起きろ。 OK、 よーし、あぶねえ。ちょっと待って、ちょっと今いいのあった。あれどこ行った、どこ行った、ちくしょう、読みてえけ、あれがあったのに。いや、読みてえのあったのに、ちくしょう。どこだ。ああ、ちくしょう。今、オラのこと、ゲージって言ったよな。言いそうだな、これ。フリーザ戦とかクーラ戦あたりで。あの、シリアスな悟空の声で言いそうだな。シリアスな悟空の声で。今、オラのこと、ゲージって言ったよな。言いそう。何で、あ、じゃあ起こさなきゃダメだ。そんで、違う、あのさ、そのあれが面白いんじゃなくて、あのドラゴンボールの声優の声ってさ、脳内でさ勝手に変換されるじゃん。俺の中でそのセリフ野沢雅子が言ってんだぞ。なあ、文字じゃなくて俺野沢雅子が本人の声で再生されてるから。今オラのことゲージって言ったよなってな。明日になったらなんでこんなにウケてんだろうって、今日の自分を冷たく振り返るんだろうな。あの時の俺気持ち悪いなっつって。さあ行こうか。そんなくだらんざれ事はさておき。